おはようございます。釣り子 TV です。本日買ってきたルアーはね、こちら、デプスのですね MS グラブっていうことで4インチですね、アンバーシャットっていうカラーですけども、これねデプスから新しく登場したシングルテールのグラブですよ。いやーこれねちょっとね出るよって言われてて、出たら糸袋買いたいなと思ってたんですけど、なかなか買えなくてね、で、キャスティングに行ったところですね一袋買うことができて、ちょっとねどんな感じかなーってね今ね手元でね開けてみようということで動画を回しております。まあ、パッケージはねいつものデプスのこの感じですね。でなんかねちょっと新製品コーナーみたいなところを覗いたら、あーこれ欲しかったデプスのシングルテールグラブねということで売っていたので、早速買ってみました。まあこのねグラブというジャンルに関して言えば、もうゲイリーインターナショナルのねあのグラブシリーズ、あれがもう何よりも他にグラブあんまりないんじゃないかなっていうぐらいね、一番メジャーなグラブルアーですけども、そこにね、デプスからの回答というかね、あデプスグラブ出すんだなんて思ったんですけども、実はデプスではねあのデスアダーグラブとかね、あとは、ダブルテールのグラブなんかも出ていたりして、結構前からね、いろいろ、グラブね、形状のテールのね、ルアーってのはね、昔からあるんだよな、ね。そこに来て、改めてこのね、シングルテールのグラブを出してきたっていうことでね、どんな感じなのかすごい気になっていたんですよね。早速、ちょっと、一つ出してみたいと思います。はい、出てきました。こう、ペタンと浮いたら、このグラブの後ろのね、形状なんかもわかりやすいかな。こんな感じですね。オーソドックスなんですけども、気になるところがね、いろいろあって、まずはね、この素材感がね、非常にあのムチムチしたあのデプス特有の釣れそうな素材感ねえ、なんて言ったらいいんですかね、あのまあカバースキャットとかああいう感じと言ったらいいか、ブルフラットのああいう感じと言ったらいいか、とにかくね釣れそうなこのもちもちの素材感で、針先を隠しやすいようなこういうポッコリがねついてますね。ここにちょうどいい針だったら針先を隠して使えるんじゃないかなというところと、あちょっとテールがこうピラ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 動き回っておりますが、あとなんか可愛らしい目玉がついてますね。ここね目玉がついていて、でどう見たら分かりやすいか、正面から見るとこういうね船のですね黄色のようなね逆三角形の形、これがね非常に特徴的だな。ねボディはこういう感じでリブがあって、まあ、ここも特徴的なんですけども、あとフックがどこから刺したらって分かりやすいようなこういうちょっと目印みたいなところもありますけどもね、ゲイリー山本のグラブだとこう円形な形ですけども、デプスのこのねシングルテールグラブはこういう感じで船の底みたいな感じになってますね。まあこの向きで使うのが正しいのかな、ね、こっち側が上でこっち側が下っていう感じ、これによって結構安定感が出るのかなというところと、まあ4インチっていうんですけど結構ボリューム感がありますね。なんていうかゲイリー山本でいうとあのジャンボグラブに近いようなそういった感じの、ボリューム感があるなってね、出しどころとしてやっぱこういうせっかくのグラブなんでライトテキサスで使いたいなとか、はたまた絶対ラバージグのねトレーラーなんかでも良さそうですし、ただまあこの形状でできているんでこれはノーシンカー使いとかが真骨頂になってくるんじゃないかなってね、これは非常に安定感が良さそうなんで、こうグランビグバズですね、ピロピロピーですよね、こう水面をピロ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 ってウィードとかがね生えてるところをこうやって、表層で引いてきて、それでもってね、バズを騙す、そんな感じの使い方なんかに非常に
いいんじゃないかななんていう風に思います。ちょっとねしばらくねバス釣りに行けてないんで、次ねあのブラックバス行ったらね早速表層の釣りなんかもいい季節なんで、まずはグランビングバズル使ってみたいなってね。あとはちょっとお気に入りのねラバージグにトレーラーとしてつけてスイミングさせてみたいなとかね、そういう感じですね。いやーでもねなかなかこれ売ってるとこ見かけなかったんで、この他にねシルバーっぽいカラーもあったんですけども、まあまあこんな感じのテールの形状なんだなっていうところと、ね、このボディがぶっ飛びそうだな、ノーシンカーでも飛んでくれそうだなということで、いろいろなリグでちょっとねせっかく一袋買えたんで試してみたいと思います。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、デプスのですね新しく登場したですねワームルアーですね、 MS グラブの4インチ、これを一袋買ってみて、開封してみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。